皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは10年続く教室に必要なものというテーマについてお話をしたいと思います。これいろんな切り口から考えるときに、答えが若干変わってくるときはあるんですけれども、長く続く教室っていうのは何を持ってるんだろうなっていうふうに考えたときに、やはり変化ですね、チャレンジ、変革と、あとは継続力かなっていう、この2つが大きな要因じゃないのかなっていうふうに思ってるんですね。で、その長く続くっていうことは当然生徒さんに支持され続けなくてはいけないので、支持され続けるっていうことは、飽きさせないっていうことになりますよね。飽きさせないということはやはり変化を続けてるっていうことですね。ことさら何かをこう無理やりいじってとかっていうことじゃなく、スタンダードはスタンダードで残しておいては構わないんですけれども、時代もやはり変わりますしね、流行り廃りとかもトレンドをある程度上手に取り入れながら運営していく必要があるので、変化を恐れない気持ち、心って言えばいいんでしょうかね。そこがあるとですね、チャレンジをし続けることになりますので、そこが億劫になったりとか、あと怖いと思ってしまうと変えられないケースがありますから、長く続けるためにはやっぱりチャレンジ、変革が必要かなと思いますね。私のところに初回コンサルに来る方で10年とか続けているんだけれども、もうどんどん7年目ぐらいからかな、先細りになってって、この先が見えなくなったんでどうしようと思ってっていう話でいらっしゃる方とかたまにいらっしゃるんですけども、その方の事情と内容を詳しく聞いていると、もっとね、前から予兆はあったけれども、どうしようか考えているうちに、あと今のことを変えてしまうともっと減ってしまうんではないかっていうのを考えているうちに、どんどん減っていっちゃったっていうことで、何もしないで手をつけないでどんどん下がるっていう、あまりよろしくないケースなんですけれども、そういう状態の方とかもいらっしゃったりとかするんですね。で、あとは逆に今度はその何でしょうかね、すぐに諦めてしまう場合とかも良くないんですよね。ある程度やはりちょっとこう歯を食いしばってでも頑張んなきゃいけない時っていうのはちょっとあったりとかして、私にもありましたよ。順調に集客いってたはずなのに、ちょっと試作失敗しちゃうとですね、今はそういうことはないように努めているんですけれども、ピタッと予約が止まったことがあって、通常計算しながらいつもやっていたので、その止まるっていうことは初めて味わった恐怖でしたね。入ってくるのが当たり前な状態に なるように努力して作っていたので、それでもそういうことってあるんだっていうのを初めて知ったんですけど、その時にでも私は諦めなかったし、例えばそうですね、2ヶ月予約が止まったんですけれども、その分のマイナスは残りの3ヶ月ですね、年内中の3ヶ月で、2倍3倍ぐらいの、跳ね上がるような動きになるように、その入ってこない時期も必死に耐えて、さらに行動量と活動量を増やしてやってったっていう記憶があるので、通常そこで入んなかったらもしかしたら諦めるのかもしれませんね。だけど私は諦めなかったし、きっと今のこの状況でがむしゃらにやってれば事態は好転するっていうふうに、確信というか、自分を信じるしかないんですけれども、それで信じて動いた結果、跳ね上がったっていうような状態を作ることができているので、おそらく例えば同じような状況に陥った場合とかでも、辞めてしまう人は辞めてしまう人だろうし、諦めてしまう人は多分諦めてしまうんだろうなというふうに思っていました。だからそれができるできないっていうことは、一つの大きな続くか続かないかっていう指標になると思うんですよね。で、10年続けていくっていうことは、精神的なタフさもやはり必要かなと思いますね。折れない心とか、
例えば地べたにね一回落っこったとしてもまた這いつくばって上がるみたいな、そういうちょっとねたくましさとかが必要になる時とかもありますね。私の中ではね、例えば、まあ、転んだとしてもですね、立ち上がる時にその何かを掴んで立ち上がるみたいなね、そんなことは決意して転ぶようにしてるんで、まあ、転んじゃった時にねそこら辺の何かをね草とか引っ張って立ち上がるのかもしれませんけれども、そんなことも考えながら動いたりとかしています。だから、何かもしも身につけておく力とかが必要っていうことだったら、まずねマインドを強化した方がいいです。折れない心、これはあった方がいいなっていうふうに思いますね。でそれプラス同時にやっぱ諦めない、継続をするっていうこと、これができていくとまあまあ10年は続くんじゃないかなっていうふうに思っています。なので身につけていく技術技能とかは気持ちさえどうにかなればどうにかなっちゃうものなので、どちらかというとメンタル強化の方が長続きするかなっていう気はしますけれどもね。はい、まあちょうどそんなお話を聞いたことがあったんで今日はそれをテーマに話してみました。長続きさせるための、自分のマインド強化、これもちょっと心がけてみていただければというふうに思います。それでは。